ありがとう。やるわ。ところで、いつきくん、ちゃんと仲良くなりたいなら見てるだけじゃなくて話しかけないとだよ。後ろから見ているだけじゃダメなの？ちゃんと向かい合ってお話しした方が楽しいよ。あなたもそう思う？できれば顔を見ながら話したいかな。分かったわ。サーリャは呪術師のミラージュなの。ちょっと変わってるけど、魔法を使わせたら誰にも負けないんだから。キリアさんのミラージュだっけ？ええ、俺は青井いつき。よろしく。よろしく。俺の顔に何か？時々キリアがあなたの話をしてくるから少し気になっただけ。キリアさんは？期待しているわ。キリアを助けてあげて。あの子はたまに危なっかしいから。俺がキリアさんに助けられることならあるだろうけど、逆はあるのかな？頼んだから。あ、サーリャがあんなに話すなんて珍しいんだよ。お兄ちゃん普段はすごく無口なんだから。そうなんだ。うん、きっとサーリャもいつきお兄ちゃんに興味津々なんだと思う。これからも時々話しに来てあげてね。こんにちは。クラム。ん？ありがとう。さすがだ。ちょっと、いい？パフォーマが集まる新しいカルネ、新しいレディアント、
パフォーマーが揃っていれば作れるよ。これでいい。それカルネージフォーム。次は何？これでいいかな？それじゃあ行くよ。レディアントユニティ。総領キリア。やった。どうも。これでいい。それじゃあ大成功。これでいい。それじゃあやった。どうも。これでいいか。それじゃ大成功。他にパフォーマーが集まっ、不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できる。俺を構えろ。
先制取った。行くわよ、サーリア。カルネージフォーム、どんどん盛り上がっていくわよ。いつもドジってばかりじゃないんだから。引き締めていこう。バッチリ合わせ準備 OK だよ。ミスった。やった。これで、やっぱり怖いかも。手加減なんかしないから。私に任せなさい。手応えだな。これが本物のパフォーマンスよ。この力受け取って、翼。やったわ。いいかしら。私の秘術、キリアだけに。やったわね。ふーん。俺を構えろ、イツキ。はっ、やっ、今のうちだ。蹴散らすわよ。耐えられるかしら。ね、やれるのか俺に。準備 OK だよ。ちぎれろ。よし、私から行くね。この隙に援護、行くわ。やったわ。私も頑張らないと。やっ、次の仕事遅れそうだわ。耐えられるかしら。こんなものに。いいライブだったわ。ミラージュの気配。てな、せい。戦いは回避できたか。いきなりかい。隙だらけだぜ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。燃えろ、俺の。聞いたぜ。ついてきて、今だ。そう、え、決まった。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。失敗しないといいな。切り裂いて、失敗。いいわね。俺から行く。よろしく。おりゃ。いいぜいいぜ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。クロムみたいに。よし、衝撃一秒間にしめるのてめえだよ。私だって決まった。追撃。難しいかも。ラインと訓練したんだぜ。そうよ、俺から行く。どうするなよ。任せて。決まった。結構手強いかも。やった。逃がさないんだから。俺から行く。行ってくれ。次、いただき。すげえ、俺たち。
私も役に立ったよね。俺を構えろ、イツキ。セイ。ひとまずは安全か。パフォーマーが集まるミラクルステージ、新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。どん他に敵が現れたぞ。やひとまずは安全か。これはミラージュの手だ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。てらひとまずは安全か。これはミラージュの気配。みんなチャンスだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで、一か八かで落ちろ。ここか。俺から行くぜ。繋いでくれ。そうね、決まった。早く倒さなきゃ。準備 OK だよ。落ちろ。一番やり信じてるぜ。そうね、決まった。こいつ初めて見るぜ。この日を逃すぞ。じゃあ、はっついてきて。閉じるなよ。足だって。やった、私たちの勝ちだね。これからも俺は突っ走るぜ。敵だ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。
難しいかも、一か八かで難しいかも。パリの刃よ、これだな。衝撃いい、繋いでくれ。待たせて、決まった。こいつ、初めて見るぜ。オッケー、はぁ、じゃあ行く。俺から行く。頼んだ。私だって大成功。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。全部なぎ倒すよ。俺から行く。頼んだ。まだまだ。やり、ラスイチ。その技でいきましょう。たぎるぜ。聞いたぜ。始めよう。この日を逃すぞ。いった、私たちの勝ちだね。俺の活躍最高だったろ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか、不意打ちに気をつけろ。や、怖いけど、なんか初めて見るのがいるよ。逃げよう。ミラージュの気配。ひとまずは安全か。イツキ、近いぞ。無理は禁物よ。自信はないけど。追いつかれた。しまった。ごめん、みんな。いつきくん、いや、ダメでした。サリャ、準備はいい？呪いの準備。引いた方が良さそうね。
だ。不意打ちに気をつけろ。敵だ。一気に決めろ。てあ、てあ。ミラージュアタック。行けるぞ。了解。準備 OK だよ。とどろけ。ここか。どんどん行こう。フィニッシュ。お疲れ、みんな。敵が現れた。ひとまずは安全か。気をつけろ。はっ。ひとまずは安全か。必ず奴らを止めるぞ。了解。難しいかも。一か八、一か難しいかも。落ちろ。やった。決まった。そんなバカな。ここまでか。ああ、そんな、ごめんなさい。東京ミラージュセッションズシャープ FE。 よし、私のやりさばき。いいわね。この一撃で落ち着いていこう。バッチリ合わせるからね。
これだな。いいわね。どうもです。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん、この力受け取って翼。やったわ。いいかしら。私の秘術、キリアだけに。戦いは回避できたか。せい。敵だ。一気に決めろ。クロム、俺に力を貸してくれ。バッチリ合わせるからね。クロム直伝。俺は負けん。これで終わり。お疲れ、みんな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力受け取って翼。やったわ。いいかしら。私の秘術、キリアだけに。敵だ。一気に決めろ。せい。はっ。せっ。
カラビア。売却するのね。どうもありがとう。他に何かあるかしら。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていく。とてもよく似合う。お買い上げ。どうもありがとう。この場でつけ。とてもよく似合っている。他にない。いつもある。他にありがとうございます。
おお、イツキ、そろそろショーの時間だぜ。早くライガに会いに行こう。今さらだけど、ライガって何？なんだけ話したのに覚えてねえのかよ。ヒーローだよ、ヒーロー。俺が愛してやまない特撮ヒーロー。ああ、今度ライガのオーディションがあるんだ。ショーじゃなくてテレビの方の。だからこれ見て気分を上げておきたいんだ。気合入ってるな。当たり前だろ。俺がこの世界に入ったのはヒーローになるためだからな。稲妻の力まとい正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名も。あ、始まるみたいだ。あ、お、稲妻の力まとうし正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名もマスカレイダーライガー。ライトニングシステム、コンディショングリーン、ブーストアップ、くらえ、ライガーラッシュ。うわー、みんなの応援のおかげでゲノム怪人を倒せたぞ。ありがとう。やっぱりライガーはかっこいいな。そうだろ、イツキ。かっこよかったよ。お前が夢中になるだけはあるな。だろ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 、来てよかっただろ。こうな、マスカレイダーライガーでな。邪魔なんですけど。バカじゃないの、いい年こいてさ。なあ、で、お前誰だ。別に誰でもいいだろ。こんな作り物にマジになってバカじゃないの。じゃあなんでお前はショー見に来たんだよ。お前だって好きなんじゃねえのかよ。全然、ただの暇つぶし。だいたいさ、うざいんだよね、友情とか正義とか勝利とかさ。そんなの全部話の中だけの作り物だって。うわ、ヒーローだってさ、いるわけないじゃん。あんたもいい加減大人になれば。なあ、お前どうしてそんなやさぐれちゃってんの？よかったらお兄さんに話して。別にいいだろ、あんたたちには関係ないし。それじゃ。あのさ、だったら今度テレビ見てくれよ。俺新ヒーローとして登場するからよ。どうでもいい。大丈夫なのか？まだオーディション受かったわけじゃないだろう。どうしてあんな嘘。あいつの寂しそうな顔見てたらなんだか放っておけなくてさ。子供たちを笑顔にする、それがヒーローってやつだろ。とはいえ、えらいことを口走ってしまった。だったらオーディション何としても受からないとだな。ああ、何が何でも押し通るぜ。そこで一つ頼みがあるんだ。修行に付き合ってくれないか。
まだまだアクションのキレに不安があるんだ。オーディションまでに仕上げておきたい。しょうがない、トーマを嘘つきにはできないし。オンに切るぜ、イツキ。それじゃあ修行のプラン考えておくぜ。こんにちは。着いたな。よっしゃ、それじゃ早速始めますか。俺には今一つわからん。お前がヒーローという肩書きに固執する理由が。英雄というのは行為の結果としてあるものだ。それを目指すというのは。見てろって、俺が教えてやっからよ。熱いヒーロー魂ってやつだな。まあ、お前が修練を積みたいと言うなら反対する理由はない。おう、行くぜカイン。力を貸してくれ。おう。準備 OK だよ。イカズチよ。よし、倒したぞ。信じてるぜ。私たちの勝ちだね。みんな大丈夫か。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さすがだ。いいか、俺に力を貸してくれ。おう、準備 OK だよ。とどろけ、これだな。繋いでくれ。いいわね。
どうもです。俺が力になる。行くぞ。自信はないけど。それ準備 OK だよ。走れ雷光。次頼むぜ。いいわね。余裕余裕。ざっとこんなもんや。みんなの応援のおかげだぜ。力になる。行くぞ。や。自信はないけど。セッション行けるぞ。ドーム直伝だ。これは負け。スバトちゃん、頑張った。私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。俺を構えろ、イツキ。はっ、今のうちだ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、それよ。この間合いなら、やった。シュエロー、これで終わり。お疲れ、みんな。俺を構えろ、イツキ。油断はできない。準備 OK だよ。とどろけ。やった、信じてるぜ。やった、私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。自信はないけど。その技でいきましょう。落ちろ。よし、信じてるぜ。いいわね。ここは話し合いで。出会やり、熱い戦いだったぜ。どうだトーマ、もうかなりの数を倒したと思うんだけど。ああ、なんかつかめた気がする。キレのあるアクションとは、素早い足運び、テンポ、呼吸、そして思い切りだ。この輝きは。これでバッチリだぜ。サンキューな、イツキ、カイン。
パフォーマーが新しいで、どんなのができ…これでいい、これでいい。それじゃこれからも俺は突っ走るぜ。いよいよ選考会だな。あ、緊張してきた。これに受かれば晴れてお前はヒーローとしてテレビとやらに出られるわけだ。おう、見てろよ、お前にヒーロー魂ってやつを教えてやんよ。まあ、楽しみにしてるぞ。修行の成果、存分に示してこい、トーマ。ああ、応援よろしくな。切った！なに？俺の猛牛爆心をかわしただと？ライトニングシステムコンディショングリーン！フルブースト！うなれ！ライガーキック！あ、ちょっと！なかなか華々しかったな。主に散り際が。な、すげえだろ、かっこいいだろ。わかるかな、わかってくれるかな。ライガーキック食らった時ののけぞり。もし全日本のけぞり選手権があったらベスト4には残れそうな、この見事なのけぞり。顔出ちゃってたけどね。番組のオーディションは落ちちゃったし、代わりに決まったのがヒーロー賞。それも怪人役だったとはな。でも今回の怪人役、監督の紹介だったんだろ。経験積んでこいって。そんなに捨てたものじゃないと思うけど。だがしかし、だがしかしだ。あの子のこと。そりゃもうさ、今度あの子に会ったら誠心誠意謝るしかないよな。思うようにいかないのが人生ってやつだ。これを糧に鍛錬あるのみだな。そうだよな、そうだぜ。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。その息だ、トーマ。そしていつの日か俺に本当のヒーロー魂を見せてくれ。ああ、私外に出られないから。
様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど。嫁いだの？違うよ、これはハンドルネーム、ニックネームみたいなもの。歌のソフト、チキを使って作曲してる人で、ファンの間では神様って呼ばれてるんだから。そうだったのか。でもね、最近曲を作ってないみたいなの。チキ嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから、急に曲を作らなくなっちゃったのが心配で。わかった、その P っていう人を探してくればいいんだね。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキ嫁 P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使っていつもカフェで作曲してるって噂だよ。カフェか。うん、とにかく行ってみるよ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。やったぜ。さすがだ。次パフォン。チキのシールが貼られたノートパソコン、いないな。マジマジマジなんだって、あれは絶対チキ嫁さんだったって。お、あの人たちは。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。いつき、人が消えたって。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ、こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、月嫁さん引退しちゃったのかな、俺ファンだったのにな。クロム、どう思う？まだ断定はできない。だが106、神隠し、気になる点は多い。行ってみよう。106のヒドラスフィアか。
どうだクラム、何か感じないか。かすかに人間のパフォーマーを感じる。ん？これはどうした。わからないが、それとは別に強力な気配を感じる。一体なんだ。用心するに越したことはないな。行こう、クロ。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。まずは準備 OK だよ。その技で行きましょう。走れ内功。これだな。とどめ。あまり怖くないかも。決めてみせる。決まった。蹴散らすわよ。はっ。こんなものね。敵が現れたぞ。はっ。せい。せい。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。戦いは回避できいきなりか。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。つなぎなさい。バッチリ合わせるからね。ほい。この手応え。決まった。みんな気をつけてね。やっ。サリア、準備はいい？呪いの準備なら万全よ。これでどう？これで。うわっ！やった！自信を持て！お前なら勝てる！ああ。バッチリ合わせるからね。準備 OK だよ。イカズチよ。やった！一気に行きましょう。ダメ。私に倒せるかな。さあ。まだよ。はっ。手応えもない。いいウォームアップだったわ。
いきなりか。やや、戦いは回避できたか。気配は消えたようだ。敵だ、一気に決める。まずいな。自信はないけど難しいかも。クロム直伝だ。ここか。決まった。シーダ、私に力を貸して。任せて。つなぎなさい。全部なぎ倒すよ。次。思ったよ。失望させないで。どうかしら。今日ミラージュセッションズシャープ FE。
敵が現れたぞ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、絶対セッション、いけるぜ。パリの刃よ。よし、倒したぞ翼ちゃん。やった、私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。俺が力になる。行くぞ。いける。逃がさないんだから。大成功。トーマ、すげえ。俺たち5000円ありがとうございます。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん、この力受け取って翼。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。私の秘術、キリアだけに。敵が現れたぞ。やっ、こんな時は。いいね。シーダに教わった大成功。頼んだ、全滅完了。みんなで掴んだ勝利だね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力受け取って。いや、いいか。私の秘術、キリアだけに。せい。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。せい。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。絶対つなげてやるよ。とどろけ。ここか。いいわね。俺の力、くぐりつける。やだ、大成功。みんなで掴んだ勝利だね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。私の秘術、キリアだけに。ひとまずは安全か。気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。
フォーマが揃っていれば。これ行くよ、レディアントユニティ。カイン、トーマ、行くぜ。いや、これからも俺は突っ走るぜ。名前だ。ハンドルネームだよ。ウタロソフト。ミラージュの気配。ひとまずは安全か。
敵だ。一気に決めろ。敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。いつき、近いぞ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。気をつけろ。やっ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解、つなぎなさい。走れ雷光。来ました。一気に行きましょう。とどめ。シーダ、力を貸して。もちろん。セッション行くわ。私の槍さばき決まった。思った通り。時間の無駄ね。みんなありがとう。敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。楽勝だな。バッチリ暴けるからね。よし。いいわね。お疲れ、みんな。敵だ。不意打ちに気をつけろ。てっ、ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。まずいな。まずは回り込まれた。怖いけど頑張るしかないよね。逃げよう。イツキ、近いぞ。戦いは回避できたか。いつき、近いぞ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。敵の気配。敵が現れたぞ。
敵の気配は消えたようだ。よかった、人だ。あの、すみません、ここどこでしょうか。そのノートパソコン、もしかして君が月嫁 P さん。はい、そうですが。まさか女の子だったなんて。俺の嫁なんて言うからてっきり。それでも月は俺の嫁です。私の愛は性別も次元も乗り越えるんです。ああ、はい。あの、声が聞こえたんです。私のことを呼ぶような。それで気づいたら、こんなへんてこなところに。ここから安全な場所まで行けるから。安全な場所、つまりここは逆説的に危険な場所ということですか。そうだね。ああ、やはりここは危険な場所だったんですか。不安だったら案内するけど。それには及びません。来たんだから、帰れるのは道理です。うん。助けてくれてありがとうございます。名も知らぬ親切な人。では、私はこれにて。なんか変わった子だったな。クロム？いや、ここに来る途中、妙な気配を感じたんだがな。どうやら気のせいだったようだ。チキ、どうしたんだろう。とにかくブルームパレスに行ってみるか。一体何をやってたんだ。あのね、笑わない？笑わないよ。絶対だよ。あのね、体
カルネージフォームになる練習をしてたの。どういうこと？私もみんなみたいにカルネージフォームになれれば一緒に戦える、チキヨメ P を助けに行けるって思ったの。チキヨメ P の歌聞いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。チキ、あのね、私も一緒に戦いたい。お兄ちゃんたちの本当の仲間になりたい。チキ、俺たちはもう仲間だろ。え？俺には俺にしかできないことがあるし、チキにはチキにしかできないことがある。それを補い合えるのが本当の仲間だと思うよ。本当に？私、ちゃんとお兄ちゃんたちの役に立ててる？ああ、チキはここでちゃんと戦っている。うん、だからカルネージホームになんかならなくてもいいんだよ。そっか、そうだよね。うん、私は私にやれることを精一杯頑張るよ。ありがとうお兄ちゃん。休憩です。お疲れ様、いつきくん。すごい気合入ってるね、翼。俺はついていくのがやっとだよ。曲が決まったらなんだかやるぞって気分になっちゃって。もうレッスンはおしまい？特別にレッスンのコーチを引き受けたのよ。スパルタ式で行くけど、覚悟はいい？はい！キリアさんがコーチなら、スパルタ式でも何でも大歓迎です！イツキも覚悟はできてる？え、俺もですか？当然よ。それじゃあ始めるわよ、二人とも。はい！キリアさん、ビシビシ愛の鞭をお願いします。
よろしくお願いします。